みんな元気かい？僕ひそか。今回の特典映像はハンターハンターのアニメーションができるまでを紹介しちゃうよ。今回の OVA シリーズは出番が少なかったからね。題してメイキングオブ OVA ハンターハンターグリードアイランド。私ひそか役の高橋弘樹がご案内いたします。さて、まずはじめに企画会議を経てハンターハンターの原作をもとに考えられたアニメーションの構成やキャラクターの性格付け、そして物語の展開を脚本に仕上げます。出来上がった脚本を演出の考え通りカット割りし、具体的な絵柄が付けられ綿密な設計図として作られます。監督が自ら絵コンテを描いている話数もあるんだね。さあ、絵コンテが上がったらキャラクターの表情や服装をデザインしていきます。たった一度しか出ないサブキャラクターにも特徴がつけられます。レイアウトと呼ばれる作業では絵コンテに従って画面構成、演出プラン、カメラワークなどが決められていきます。絵コンテの指示に従ってレイアウトをもとに動きの基本となる線画を描いて、動きの指示をするタイムシートを作ります。原画が描いた各シーンの絵を実際にアニメーションとして動かすためにタイムシートに従って一枚一枚丁寧に絵を描き上げていきます。おお、それらしくなってきたね。ヤーゴン。出来上がった動画一枚一枚をスキャナーでパソコンに取り込みます。そして指定された色をペイントしていきます。縫い残しがないか確認。こちらでは背景を描いています。美術設定やレイアウトの指示に従ってワンカットずつ絵を描き上げていきます。ワンカットずつのキャラクターと背景を合わせて絵を完成させます。この時タイムシートの指示に合わせてワンカットごとの時間を設定していきます。撮影で上がってきたワンカットずつの映像をカット順につないでいきます。その後使わない部分をカットし、使う部分のみをつなぎ細かく編集します。出来上がったアニメーション映像のキャラクターの動きに合わせて声優が声を入れていきます。どういうこと？そう突っかかるなよ。教えない。くそ、腹立つ。絶対受かってやる。まあね。音楽と効果音、アフレコの声を合わせて音を完成させます。わかった。いいよ。たとえどこでセーブしたデータであっても、最初に行き着く先は他のものと。最後に映像と音を合わせれば完成。じゃあ行くぜ。こうして数々の工程を経て多くのスタッフが関わってハンターハンターのアニメーションは作られているんだね。これからもスタッフ一同頑張っていきますので、みんなも応援してね。グリードアイランドへようこそ。俺はジンの言う通りこのゲームを楽しもうと思ったんだ。それにしてもいいわね、若い男の子の無垢な友情で。どうなの、ゲームクリアできそう？ああ、俺たちなりのやり方でね。ゴン、俺お前に会えて本当によかった。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。